クール代表の溝です。今回こちらのサイドアレンジをご紹介します。サイドアレンジってどうしてもワンパターンで飽きてしまったりするんですよね。そんな時におすすめなのが今回のアレンジで、くるりんぱを繰り返すだけで編み下ろし風の少し凝った感じの可愛いサイドアレンジになりますので、ぜひ試してみてください。それでは解説していきます。左下にまとめますので、その位置に向かって綺麗にブラッシングをします。で、この位置ですね、このつむじが大体ここら辺にあるんですけど、つむじと分け目を上から紙で隠すようなイメージでブラッシングしてまとめると綺麗なシルエットになります。これでこの位置ですね、この位置でくるりんぱをします。ここは全ての髪をくるりんぱしますので、髪の多い方はどうしても膨らんでしまったり、ここが襟足のところが緩んでしまったりしますので、ここのゴムはきつめで二重がおすすめです。で、穴を最小限にします。穴を最小限にすることで膨らみを抑えます。できましたら毛先を真ん中で割って引き上げます。これどうしてもまだ膨らみがあると思いますので、毛先を引っ張って直していきます。まずゴムのところを親指を押さえまして順番に引っ張っていきます。今ここですね、順番に少しずつ引っ張っていくとここです、直ります。これをしないとほぐした時にシルエットがかなり大きくなりますので、綺麗にできたら、できた場合は大丈夫なんですけど、もし膨らんでしまった場合はしっかりシルエットをタイトにするようにしてください。それでは次にこのくるりんぱのねじれの部分をほぐしていきます。これは間隔を空けながら指の力を抜いてほぐします。こういったイメージですね。で、ここは緩くなると可愛くありませんので、程よく、あまりほぐしすぎないようにしてください。で、次にこの表面ですね、表面もほぐします。この位置ですね、この位置はボリュームが出ても可愛いのでシルエットが良くなりますので、少し大きく出しても大丈夫です。で、ここまでできましたら次にこの位置ぐらいですね、ここでもう一回ゴムを使ってくるりんぱを、2回目のくるりんぱをしていきます。ここのくるりんぱのゴムはあまりきつくなくても大丈夫です。あまりきついと硬くなってしまいますので注意してください。で、真ん中で割りましてくるりんぱしていきます。で、この時はあまりギュッとしすぎないで、もうこれは引き上げはしなくて大丈夫です。で、ここも同じくルーズにほぐします。そして次に最後ですね、最後のくるりんぱをします。このウィッグよりも長いスーパーロングの方はもう1回ぐらいくるりんぱしても大丈夫です。くるりんぱします。で、引き上げはここもあまり、少しぐらいにしておいてください。で、ルーズにほぐします。続きまして遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛は 2,3 箇所に分けて巻くと柔らかい質感になります。で、あまり強いとおかしいので巻いた後に指ですぐにほぐします。このような感じですね。で、サイドアレンジですので少しルーズ感が欲しいので、遅れ毛もこれぐらい長めであったりとか多めに残しても大丈夫です。それでは最後にヘアアクセをつけていきます。ヘアアクセは今回このカフをつけます。この裏に金具がついているヘアアクセですね、ゴム隠しにもなります。で、一番下につけるとバランスが良くなります。で、お子様アレンジとかですと、キッズアレンジとかですと、ここに全部リボンとかつけても可愛かったりとか、これ3コインズで買ったんですけど、こういったカラーゴムでくるりんぱを連続でしても可愛いので、ぜひ試してみてください。今回以上になります。いかがだったでしょうか。もう今回のポイントなんですけど、もう一番のポイントは最初のくるりんぱの膨らみをきちんと防ぐってことですね。もし髪の多い方で膨らんでしまっても、しっかり毛先を引っ張って直しておくってことです。あとはくるりんぱを連続するだけで十分誰でも可愛くなりますので、ぜひ試してみてください。今回もありがとうございました。